棒でバランスを取りながらワイヤーを渡っているのは空中曲芸で知られるアメリカのニックさん。今回の冒険の舞台はニカラグアの活火山の上です。火口では溶岩が赤く渦巻いているのが見えます。距離にしておよそ550メートル、立ち上る煙や暑さに耐えながら慎重に渡るニックさんですが、途中で酸素マスクやゴーグルを外しもう一息だと気合十分。最後は軽快なステップでゴール。天を仰いで喜びを爆発させました。